瞬間。さあ後半はいただきライズからのスタートでございます。なんとかしたいね、本当にこの50ゲーム間で1回は対決もらえるのかな。これ対決か、いけましたね。さっきのエアホッケー中対決、いや行ってほしい、頼む。あー取れない、何も取れない、あー何もいけない。これやってたらダメですね、絶対ね。高台寺、あれゲットしました。弱体化、これ大チャンスだ。さあ対決か、さあ行きます対決。弱体化しておられますんでね、チャンスですよ、倒すなら今。チャンスベルで完全勝利、とりあえず何かは引かないと。お、ベルで赤い、あ、完全勝利取りました、ありがとう、助かった。さあボーナスですね。さあビッ、おー青の中赤の中、赤7のボーナスでございます。さあベル貯めまくらないと。さあラストゲームに降格いくか、おお来た、7揃い降格揃えたい、ベル1個、チャンス目欲しい、ベル1回だけ。おい、揃うと思わなかったです、対決ベル1個で、ベルも結構たまったと思います。この対決はいつで、あーびっくりした、ボーナスの分10ゲームプラスで消化し終わった後に出てくるのかな。強チリ、あ、強チリ、強チリ右リール中段ベル以外が強チリですか、ありがたい。紙相撲に勝てるんですね。はい、お願いします。30ゲーム1回目2回目の AT よりはやれてますよ、対決がね出てきます。はい、完全勝利、さあ何ゲーム、20ゲーム、まあ20ゲームあったら対決1回はいけますね。でこの対決を取ってつなげるとギリギリの戦いだ。さあもうゲーム数ありません、ここで勝たねば。あっち向いてホイは、
ちょっと強いか。やばい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 。よしよし、いいよ、ラストお願い。うわペル1回。うわーだよねーだよねー、これ決められないの痛いよ。終わり。532枚、ショックです。いやまあ1回目2回目よりはやれたけど、もっと頑張れたんじゃない。最後とかちょっと噛み合わなかったな。いや AT が面白いから、 AT もちょっとやりたいな。長く楽しみたい、大きくゲーム数乗せたい。カオル先生の特訓です。さあ特訓でございます。あ、弱体化してる。しかも、まあ、弱対決ですけど、次はベル以上。あーベルかー。お、赤に変わった。これはいけるでしょう。赤カットインは 75% ぐらいあったでしょ。よしやりました。さあ265ゲームです。 AT 終了、265ゲームで、あ、ギリ持ちメダル。ギリだよ、頼む、ここ入れないと。やーだやーだ、お願い。よし、赤ナナ、赤ナナビッグボーナスです。とどろきさんでいきます。うーん、グースしさでございます。いや、ここでここで着地り、このままだと番長4苦手で終わっちゃう。初打ち、まあ、500枚出てくれただけで楽しかったですけど、その出玉が一瞬にしてこうなくなってしまうので、楽しい思い出とともに消え去ってしまう。まあ、きっといろんな演者さんがこぞって打たれると思いますので、見たいところは私の実戦では見れないかもしれないです。でもこういうこともあるよと、こんなに負けちゃうこともあるっていうのもやっぱり頭においてやっぱね、皆さんも歌えた方がいいと思いますし、あとこんだけへこんでてからのまくり、そのパターンもあるんだみたいな、ここから見せたいなって思ってます。それを目標に今から打ちますんで。あれ、宗次郎先輩いた。しかもさ、天国じゃない？わ、行ってし、あ、待って、あ、5トンね、10トンまで来てくれませんか。あ、さ、弱体化もしてないね。あ、でも神図も強対決でございます。リプレイリプレイ、いけたんじゃない。よし、天国だったのかな。225ゲームです。41本。いやなー、ビッグがいいです。あー、あ、マジですか。赤ナのビッグボーナスをいただけました。なんか違うのやった方がいいのかなっていう気持ちもありますよね。すいません、やっぱ轟さん
一途に行きたい。ダメ。厳しいよ。まあ今日はせっかくね番長取れたので最後まで行きたいなとは思っております。いやラッキー、ちょっとハマで449ゲーム回してたんで持ちメダルです。一回もバー引いてない。そんなことを言ったら、あ、ナナに代わってくれました赤ナナです。ちょっと元に戻さなきゃ、使った分を取り返そう。残念、60枚ぐらいしか出ませんでした。一回どっかでこう大きくはまってしまうと戻ってこれなくなるようなそんな気がしてならんです。何個も黙る。今日チェリー、今の今日チェリーで行っていってくれないかな、到達しててくれ。4人、パンダが脱走したって、そりゃ大変だ。パクーン。よし。行ったりましょう。仕上がっておりますよ、こっちは。よし、4つ。さあ、見せつけるんだ。バイバイ。早かったよ。80ゲーム。ああ、ここはバーだ。今日初のレギュラーです。マリアが結構使ってるじゃないですか。もちろんマリア自身がこう 出たら最強なんですけど、そこを補わないといけないですよ、私が仲間なんで。近いね、10トン。しかも左から。今日はよく10トンが落ちる。2回目、紫無順。誰が出てくる。本当に誰かわからない。すごいリアクションしたいんですけど、予想はいいですか。飛放電なんかっぽくないですか、柄が。でも本当にわからないキャラクターが戸惑っておりますが、多分視聴者の皆さんはあ、ここに出てくるキャラクターだっていう風に分かられてるんじゃないかなと思います。それです。はい。ということで当たりました。おい、ナイス。163ゲーム持ちメダルで当たりました。ただちょっとマイナス域に入っているというところでプラスにしっかりと戻します。高設定シーサー弱。ちょっと AT が遠いですな。さあ天井です。627ゲーム、総投手22本です。あ、もう回れ。よし、しかも自治会だ、やったー。 AT
4000枚は出そう。最低最低だよ。ありました、88枚。さあもうラストチャンスだと思って振っていきます。うまい、いい青。もう本当に頑張らなきゃ。10で終わってしまった。1ゲーム目に来た。えらい強制。ああでもいった。今度こそ続けようね。やらかした、忘れよう、見なかったことにしよう。頼んだよ。2回目2連続。あ、紫大丈夫だ。よし、残り11ゲームしかなかったんで、危ない、3連単回避。セット名です。あーナビか、いやわかんない、ナビでも今日わかんないから。10、20、30、50ですね。ラーベル普通なら20。7セットで終わってしまってもったいない。でも560ポイント稼ぎまして、黄色をドン。黄色ものにしなきゃね。ここで行かないと。あーよかった、中で対決。待ってくれ、ローラースケートは話が違う。チャンスアップ、赤まで。怖っ、勝った。よし、いい感じ、取り返せますよ、この調子だと。567枚、あと半分。同じことをもう一回すればいい。909枚です。22本投資だから100枚足りない。100枚マイナスです。今一旦マリアさんだね。さあ天井でございます。738ゲーム、投資62本。62本、青7最後に見せていただけませんか。赤7でございます。変えてみますか。ごめんなさい、すいません。いや変えようかなっていう気持ちもあるんですけど、カオル先生で行こうか迷った。完全告知はでもちょっと怖いなと思って、最後の最後なんでね。さあ行くぞ。攻めていきたいよね。あ
ベルを、あーチャンスベル、これいったんやない、これはいったんじゃないか、よしこれいったでしょう、やばいだ、ひとまずひとまずいただけナイズ、最後の最後にありがたい、ありがとう、いけるいけるいける、3000枚だって、ひとまず無事 AT ゲットできました、緑、あ緑じゃない、こんな色ありましたっけ、あこのスタートの色なのかな、違う、ただでもこれもういってそうだな、さあ対決です、取りたい取りたい、どうしてものりおさんお願いします、いいよ引くことが大事や、よし2回引いたぞ、白カットにめっちゃ不安です、あ来た、ありがとう、20ゲームをいただきました、あまだ金剛峰にいるよ、これ行くんやない、ほい行け行け、よしマジこれ取りたい、強聴覚、あしかもリプレイリプレイベル止まってます、レア役がいいな、お願いします、あベルか、まあ、でも引くことが大事、さあ次で、あー伸びないよ、無理だよね、本当にごめんね、違う、私がね今ね22本使ってて、で900枚が100枚ぐらいマイナスなのよ、すえすごいよ、なんかマリアのやつ見て、あやばいやばい、どうするか決めようと思って、176枚の、うん、投資が62本、ドヒャー62本か、じゃあちょ自分の台がトントンってだけでもあれだから、そうだね、分かった、ちょっと探してくる、ごめん本当にごめん、戦い抜いてくれ、ありがとう、怒ってくれてんやで、本当に怒ってくれてんやで、もっと怒ってくれ、何やってんだって言ってくれ、お対決いった、虫取りは弱か、弱対決、いいよいい音聞かせてくれ、ベル弾いてるよ、2回弾いた、2回、あー厳しい、いやーちょっと遅い、あでもいいのかいいのか、チャンス目はいいんだね、これ勝つって分かってるから、このレア役とか引いたら昇格とかあるのかな、昇格じゃないか、上乗せが大きいのもらえるとかない、ほい、あでかでか、50ゲームもらったよ、おっと熱いんやないこれは、よしチャンス目ありがとう、さあここでもレア役、ザクチェリー、ありがとう、ほい20ゲーム残り37ゲームです、あれ対決行く感じか、
行けました。ババ抜き、え、ババ抜き今日初めて、違うか、ババ抜きあったか、初めてな気がするぞ。いいよ、いいよ、よし、2発目ラスト、いけるよ、いけるよ、よし、強いよ、ありがとう、きたー、お願い、行ってくれ、24届く、届くか、大丈夫か、あ、え、あ、一撃頂上ジャッジメントね、行くよ、ついに、ついに成功する時を見せたい、もうベルしかいけない、あー、でもいい音したよ、来たよ、行った、ちょっと待って、行ったんだが8ゲームしかないわけよ、あと8ゲームしかないよね、あ、あ、そういうこと、 そういうことなの、20ゲームいただける、別でいただけるということ、なるほど、別でいただけるんだ、ここで上乗せしたゲーム数はどっちに乗るんだろう、あ、来た、しかもちゃんと子役も引いてますね、いいよ、勝ちました、ありがたい、これは30ゲーム、あ、ええゲーム数が30ゲーム乗りまして5聴覚も乗ったってこと、残り27ゲームです、で5聴覚のベル天井が7なので7回なので、ここで頑張って対決をいっぱいしてゲーム数を乗せる、よし頼む、神相撲う強対決か、ベル引こう、ベル、あ、チリ白カット、あ、よかった、白カットいいと思ったけど、ありがたい、でかー、でかー、残り15ゲームです、残りもう3ゲーム、対決、これ取れなかったら5聴覚終わっちゃう、弱対決です、頼む、ラストベル1回はきついね、ラスト、おー、熱い、よし助かります、チェリーを引けたのか、ほい、あ、な、な、えー、超完全勝利いただきましたけど、レア役も引けてベルも引けたからかな、何がもらえるんですか、ご来光、ご来光特化ゾーンですか、ベルで上乗せ、
リプレイでも載せてくれましたが、ベルやレア役で上乗せ、これで上乗せで、チャンスベルで継続のチャンス、え、なんか引いたってこと？おー、引いてる。ジャック・チェリー20ゲーム継続を確定させました。あ、もう一個とかはない？あ、違うんですか。パンダバトル、とりあえず継続は確定しております。5ゲーム消化後にこの7揃いのカットインが来て、7が揃えば次セットいけると。え、気持ちいい。わ、気持ちいい。しかもチャンスベルですけど、あー、継続確定もらいました。え、ちょっと帰ってくるよ、めちゃくちゃ嬉しい。さあ、このパンダバトルで7揃い、はい。さあ、3セット目です。ベル10ゲーム3桁いきたいところではありますが、ラスト2ゲーム、ラスト、あ、思うようにならなかったですか。どうでしょう。おお、いけた。揃いました、4セット目。おっと、赤、赤いまでいってるよ。え、金までいってるよ。チャンス目じゃない。え、めちゃめちゃ乗るんやない。あー、いってるいってるいってる。あ、これは3桁100ゲーム乗りました。え、マジですか、いける。180ゲーム今上乗せしてます。さあ、どうでしょう。さあ、これ揃わずで180ゲーム上乗せしましたと。いや、十分じゃないですかこれ。今残り210ゲーム。なるほどね。もう本当にちょっとどうやって伸ばすんだろうと思ってたけど、こういうことですか。いや、行くんじゃないこれ。ここで入れたらマジででかいですよ。ベル30溜まってますしね。いいよ、レア役でいいんじゃないですか。あー、いい音はしてないけど。あー、チャンスベル、白カットインだ。あー、ちょっと待って、行ったやん、行ったね、行きましたね。ちょっと急にエンジンかかってきちゃった。急にだよこれは。あれ、あ、はい、来ました。全部取る勢いで、紙相撲でも取る勢いで、赤カットインですね。紙相撲でも取れる。さあ、上乗せ30ゲーム。そこまで行かせないかったな。でも残り223ゲームです。対決です。お、次回予告いただきます。今日初めてだよ、次回予告。ババ泣き、これなんか引いてたってことかい。そういうわけじゃない、普通にベルか。
ここでレア役引いたりとかしたら報酬が上がるんだよね。3回ベル行きました。バンチャーボーナス、ビッグで、あーおーびっくり。そうだよね、番長ボーナスってなってたもんね。ビッグですよね。さあ7揃いはなしです。1185枚。さあ対決です。おっ、不意に来た岩尾さん。大丈夫だと信じていいですよね。これはどう見ても強いもん。ほい、20ゲーム終わってしまいました。1830枚。ちょっとこの引き戻しまで回したいんですけれども、かなりの時間をお待たせしちゃいましたので、本日は実戦の方終了したいと思います。しずちゃんはじめ皆さんにも合わせる顔がちょっとだけできました。はい、エンディングまでよろしくお願いします。ありがとうございました。さあそれじゃあですね、残り時間はもうオーバーしてるんですけども、マリアさんが今一生懸命頑張って、番長4で取り返しているところということで、一発クオカードを取るためにちょっとラッキートリガーに来ました。びっくりした。1ゲーム1回転目なんですけど、手に押してくれてる。真剣？びっくりした。すいません、パチンコちょっと打ち慣れてなくて申し訳ない。対戦相手選びたければ、いや誰でもいいです。当たるんじゃない？星4つだよ。当たった一回転で当たったやった。 99.9 分の1を引いたわけですね。でこのあと 50% でラッシュに入れて、で10ラウンドを 20% で引いたうちの 10% を引くと95% のラッシュに入るってことですよね。まずは 50% 突破しないといけないわけですね。 OK、 クオカードチャンスじゃない？だって1回転だもん。どんな感じなんだ？どうなればいい？お願い！あー、これダメってことだ。絶対にもう何が何でも絶対ダメってことだ。はいや、はいや、終わり。1回転で当たって終わった。なんか物事が早すぎて
心のが追いつかんわこれ。あなたと一緒に過ごす。お待たせしました。お疲れ様です。お疲れ様です。いやそんな大丈夫です。違うんです。違うんです。お疲れ様です。違うんです。違う。違う。そうだよ。待ちました。そうだよ、ね、そうだよ。待たせたらそういう待たせた人は責任を取らなきゃいけないよね。私の結果の方なんですけども、はい、番長ゼロを、まあ、スロット打ち切りまして、で最後、まあ、マリアと合わせてなんとかクオカードということでラッキートリガーを打って。素晴らしい。北斗素晴らしい。1回転で当たったの。素晴らしい。すごいね。1回転1回転なの。1回転でも通らなかった。でその分の出玉があるんで、だから正直パチンコ使われてるかどうか知らないんですけど、動画にあるかどうか分かんないけど、一応打ちまして、その分の出玉も合わせて投資が1035枚、回収が995枚でマイナス40枚でした。え、マイナスになったの？ごめんごめん申し訳ない。なんかでも私が変な結果で。いや、全然。いいよ、今からどうぞ。もう今そうだね、マリアステージ。そうだ、マリアステージか。全然しなくていい、そういうの。全然注目されたくない。投資が2852枚のよ、回収が1846枚。惜しい。え、惜しいかな。1006枚マイナスです。惜しい。なんか惜しいかな。60何本使って1000枚ぐらいのマイナスってなったらもう、そう、もうだよ。勝ってるじゃん。勝ってるよ。この業界では勝ちっていう。わかるよ、わかるよ。業務の人たちがよく言うやつだよね。私のこと業務って言ってるの。ごめんごめんごめん。違う。明日がある、私たちは。そうなんです。すぐに取り返す。明日チャンスがある。取り返すから。私さすがに今日のことは明日忘れてないと思うんで。そうだ、ね、いつもね、前回のこと忘れてオープニング挑んで脳天気にやってますんで、ね、うん、明日は今日の負けをしっかりと取り返すね、はい、まあ来週の配信にはなるんですが、はい、しっかりやっていきたいと思いますので、また次回見てください。本日もありがとうございました、はい、せーの、7番。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。チャンネル登録は